全日本大学駅伝 106.8 キロの戦いです。伊勢神宮へどちらの大学が先に飛び込むことになるでしょうか。1号車大西さん、お願いします。今年は本当にいろんなことがありました。コロナウイルスの中で果たしてこの大会もできるかどうか、自分たちが今練習を積んでいる意味が一体どこにあるのか、日本中練習を積むランナーたちがうつむき加減になった時もありました。ただそれでも諦めなかった、いつか来る日を信じて走り続けた。さあここで駒澤大学田澤廉が前に出た。残り 1.2 キロの場面、ついに田澤廉は名取亮太の前に出ました。さあここで田澤が行くのか、名取はうつむきながら唾を飲み込む。もう一度自信に力を込める。名取も離されない、今度は名取が離されない。駒澤大学田澤廉が前に出ます。もう一度前へ、その勢いをつけていく。田澤は離します。スタミナもついた、スピードもついた。ただ去年と今年何が違うか、意識が違う。エースとして意識が違う。田澤君行きました。仕掛けた田澤、その差を大きく広げました。駒澤大学史上最多優勝回数更新へ向けて、6年ぶりこの全日本は13回目の優勝へ向けて、最後託されたアンカーエース田澤廉、一気に仕掛けたこのスピード、いや渡辺さんものすごい。まあ、残り1キロのところでスパートをしてるんですよね。まあ、そういう指示だったのか本人が決めてたのかわからないですけど、もうね、名取君はやっぱり頑張りましたけど、やっぱここはちょっと力の差が出ちゃったかなって感じですよね。いつもと違う環境の中で迎えた全日本、いつもと違う歓声の中で走る全日本、ただその中でいつもと変わらぬ、いつも以上の名勝負が繰り広げられました。最後の最後まで続いた大接戦、三強と呼ばれた中で3人のエースがぶつかり合ったアンカー対決。その中で残り1キロを切り、ゴール伊勢神宮へ向けて、日本一へ向けて、今大きく後ろを突き放したのは駒澤大学の2年生田澤廉です。6年ぶりの栄冠へ向けて、宇治色のたすきがトップで駆け抜ける。さあいよいよ栄光の瞬間が見えてきました。なんという戦いでしょうか。52回目を迎えた全日本大学駅伝、まさかの展開が繰り広げられました。残り1キロまで2人が並走する形、駒澤大学田澤廉、東海大学名取亮太、その残り1キロで仕掛けたのが駒澤の田澤でした。ゴールの放送席には増田さんです。増田さん、1キロのところでした。はい、田澤さん力貯めてた感じでしたよね。すごいスパート力で、なんか名取さんがでもかわいそうになっちゃいますね。まあ、名取はロングスパートでなければ、まあ、最後のスプリントは田澤に分があるのではないかと、これまでにも解説の方々が語ってきました。残り1キロ、そこで最初に、まあ、名取に関してはそれまでも何度か仕掛けつつあったんですが、田澤がついていっての形でした。ただラスト1キロ、田澤が仕掛けて名取はついていくことができませんでした。駒澤大学、平成10年の初優勝から22年、その間の優勝回数は12、この数字は歴代最多です。しかし最後の優勝からは6年の月日が流れました。これほどまで平成の上昇軍団と呼ばれた駒澤が日本一の座から遠ざったことはありませんでした。もう平成の上昇軍団とは言わせない、令和の上昇軍団へ、6年ぶり13回目の日本一、駒澤大学が優勝。52回目の伊勢路は駒澤大学が日本一の座をつかみ取りました。そして2位で東海大学です。悔しい2位でのフィニッシュ。去年優勝のゴールテープを切った名取亮太、今年は2位でのフィニッシュとなりました。増田さん、本当に稀に見る素晴らしい大接戦となりました。はい、106.8 キロも走ってね、先ほども野上さんアナウンサー言ってましたけど、やっぱり感謝の気持ち、大会開催してくれた感謝の気持ちも力になったんでしょうね。
まあ、これまで最小の1位と2位のタイム差は1995年早稲田大学と中央大学の13秒でした。ただ東海大学と駒澤の差、今年は23秒となりました。そして駒澤大学は大会新記録での優勝となっています。3位では明治大学が来ました。スポンの輝きを取り戻すための第一歩、目標の3位以内フィニッシュ、明治大学3位でゴール。武田さん、母校だから、ね、相当熱が入ってましたね。いや、まあ母校というところの、まあ喜びもひとしおではあるわけですが、ただその後で青山学院大学です。第7中継点トップでもらったたすき、エースの吉田啓太、4位でゴール伊勢神宮内宮宇治橋前へと運んでくる形となりました。さらには早稲田大学の姿です。早稲田大学前半はトップを走り続けました。そしてゴールに5位で戻ってきました。先ほど田原監督言われてましたけど、山口さんは一般入試で入られた人らしいですね。一般入試組がゴールのテープを切りました。5位フィニッシュが早稲田、そして6位で東洋大学です。東洋大学シード権は守り抜きました。これで13年連続のシード権です。そして大八木監督の笑顔、アンカー田澤と握手です。大吾さん、解説の大吾さんが顔色が艶がいい時には選手の調子がいいんだよって大八木さんのこと言ってましたけども、本当に大八木さんバスの中でも今日はご機嫌で、あの奥さんとサウナが大好きな大八木さんがずっと今回は笑顔で、だからちょっとやっぱり手応えがあったのかもしれないですね。なんだかちょっとこみ上げるものが目にもあったような気がします。大八木弘明監督です。6年ぶり13回目、平成の上昇軍団から、まあ、令和の上昇軍団への第一歩をまさに踏み出した形の駒澤大学となりました。そして7位8位そして9位の姿が同時に見えています。7位の帝京、8位の順天堂、そして何としてでもシード権をつかみたい國學院の姿。シード権争いも今年また熾烈でした。まずは帝京大学が最後の左のカーブを取りました。そして順天堂も続くようにしてカーブを取った。帝京大学が7位で帰ってきました。帝京大学3年連続のシード権、そして順天堂大学14年ぶりのシード権を獲得しました。14年シードから遠ざかった順天堂ですが、今年は箱根の予選会トップ通過、その力を見せてなんとか8位に滑り込み、その後ろには國學院です。3年連続のシード権を目指しました去年の出雲王者、しかし今年はシード権には手が届きませんでした。3年ぶりに國學院がシード権を失いました。やはり毎年松田さん、このシード権争いも熾烈を極めますね。はい、でも、ま、あの前田監督は世代交代も今してるから、だからまたこれからじっくりとやるってことを話してましたね。順天堂大学は1区から三浦さんが良かったですもんね。1年生の三浦龍司が区間新の走りでトップでタスキリレー、このタスキリレーのトップというのも20年ぶり、そしてシード権は14年ぶりということで、ここから増田さん、順天堂の勢い増していきそうですね。長戸さんもまだまだ若い監督ですので、自分も一緒に成長したいっていう話をされてました。